こんにちは。こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。多摩レイクサイド FM の増山玲奈のドラゴンジャーナル、毎週お聞きいただきましてありがとうございます。なんとですね、今日は、AKB の元 AKB の指原莉奈さんや、柏木あのさんにも、仲良しだと言いますアイドルオタクでおられます浅秋孝彦さんにゲストにお越しいただいております。浅秋さん、はい、こんにちは。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たかちゃんって呼んでもいいですか？そうですね、たかちゃんって皆さん呼んでくださればありがたいなと思います。はい、はい、あのたかちゃん先日、ユーラシアの風映画祭にも参加していただいて、あのすごくお話しさせていただいて、楽しく生きている姿っていうのが本当に素敵だなと思いまして、伺ってみたらめちゃくちゃアイドル追っかけをされているということなんですけれども、はい、あのどんなアイドルの方を追いかけてらっしゃるんですか？もう今はたくさん追っかけてますけど、最近はやっぱ AKB ホティグループの、はい、とか乃木坂とか桜坂とか、はい、まあ、そのあたりを追っかけてます。でこの間までは数年前までは地下、もう秋葉原の地下もあって、はい、ライブとかでみんなでワイワイやったりして盛り上がってました。はい。コロナになってからアイドルの活動って変わってるんですか？変わりましたね。やっぱコロナになってからもうその握手会とかライブとか行きにくくなりましたし、はい、握手会は今度オンラインに変わっちゃったんで、はい、それはそれでいいっていう人もちょっといろいろ嫌だっていう人も別れちゃったりして、はい、うん、なかなかだからアイドルの時の、はい、たくさんの友達とかは今会えないですよね、たまにしか。なるほど。今あの写真をご提供していただいてるんですけど、はい、本当に多くのアイドルの方と直接握手会ですごいデートされてて、はい、楽しそうだなっていう感じなんですけれども、あとあの本日はいつも編集をしてくれている、金井さんもゲストに一緒に出演してます。金井さん。金井さん、はいはい、あのいつも縁の下の力持ちで、ラジオ番組制作してくれている金井さんなんですが、今日はゲストとして、金井さんもあの気になったら発言していただいたりして盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金井さんはあの AKB が流行っていた時にちょうど中国でお仕事をされていたということで、うん、AKB の指原莉乃さんもさっき伺ったら存じ上げてなかった。知らないでした、本当に。私のアイドルっていうのはもうレディーとか、はい、うん、ね、まあせいぜい言って松田聖子ぐらいまでかな。そうなんですか。松田聖子さんとかの時代は追いかけはしてなかったんですか？はテレビでも本当に追いかけてて、はい、いとこんちに行って、はい、一緒にレコード聴いて歌を歌ったりとか、ピンクレディの時から、はい、最初のやっぱアイドルのきっかけって、はい、松田聖子さんとかなんですよね、僕は。そうなんですか。テレビで見て、はい、でいとこんち行ってレコードで歌を歌ったり。レコードなんだ。そう、あのドーナツがあれをかけてもらって、一緒にいとこと歌ったりして、はい、でカラオケとかができるようになってからカラオケ行って歌ったりとか、いろんな歌を歌ったりとか。はい、私もあのアイドルはレコードじゃなくて CD だったけど、ああの斉藤由貴ちゃんがすごい好きで。いいですよね、斉藤由貴ちゃん、僕も好きでした。はい、で小学生の時とか部屋の中明星をあの、はい、毎月買ってて、はい、もう3ヘルぐらい読んで、はい、で気に入ったページを貼ったりして、ポスターも飾ったりして、斉藤由貴さんのことは今も大好きなんです。斉藤由貴ちゃん、友達から送ってもらったんですけども、ついこの間送ってもらったの。娘さんもなんか似てますよ。ええ、なんか友達からメール、はい、え、斉藤由貴さんの娘さんの写真を送ってもらった。あ、友達がなんか送ってきてくれて、すごいアイドルのそういう私生活もファンですね。うん、あ、なんか友達がどっからから、はい、
ヒロパンとかくれて、はい、やっぱ斉藤由紀に似てるよねっつって、お母さんに似てるねって、そうなんですか、後でちょっと探してみます。はい、はい、では、たかちゃんがこう握手会で、出会ったアイドルの方のお写真をここでご紹介していきたいと思うんですけど、これはどなたですか？この子は武藤トムちゃんって言います。あ、武藤トムちゃんって今、はい、私は存じ上げなかったんですけど、どのグループに入ってる子なんですか？AKB40 グループのチーム K かな、に入ってて。このチーム K とかって何なんですか？はい、チーム K。 あ、 AKB48 にもなんかチームのグループが分かれてるみたいで、はい、そこのでライブとかコンサートとかも、うん、含めてやったりして、うん、武藤さんの学校で言えばクラスみたいなもんですよね。1クラスみたいな。何人ぐらいいるんですか？何人ぐらいいるのかな、 10人ぐらいはいると思うんですけども、僕もよくは詳しくはないんですけども。武藤ともちゃんはどんなところが、うん、で最近はともちゃんは BSTBS テレビの夕焼け酒場って、はい、北郎さんと、はい、今日だと夕方5時半かな6時ぐらいかなに出てます、出演してます。そうなんだ。あと天気予報の気象予報も取ったらし、取って、はい、資格を取ったらしくて、はい、今いろいろ頑張ってますよね。じゃあ将来お天気お姉さんみたいな活動もするかもしれないんですよね。そうですね、お天気もやりながらいろいろやりながら、トムちゃん頭いいんでいろいろ勉強家なんで、はい、うん、いろいろやっていくんじゃないかなと。ご両親もよくは詳しくはないんですけども、お父さんもなんか俳優さんだった、はい、今なんかこれもトムちゃんでしたっけ？そう、それもこれもトムちゃんですよね。あれ、間違えて。これもトムちゃんは、YouTube の方で画像付きでご紹介させていただいているので、ラジオをご視聴の皆さん、ぜひ YouTube の方も探して見ていただけたらと思います。はい、トムちゃんはTwitter もやってますし、はい。インスタもやってますし。すごい、かわいいですね。はい。トムちゃん、トムちゃん、ちゃん、花さん、私も知らなかった。私の AKB はやっぱり前田あっちゃん、あっちゃん、ね、私のことは嫌いになっても AKB は嫌いにならないでくださいぐらいで止まってて、でその後指原さん の恋するフォーチュンクッキーとか、はい、あのぐらいまではこう YouTube で動画出るたびに見てたんだけど、その後はなんか追いかけてないんですよね、うん、なんとなく。なのでその後入っている人たちはあんまり知らないです。そう、指原莉乃ちゃんもずっと追いかけてらっしゃるっていうことなんですけど、AKB のコロナ前はこんなアイドルと指を触れたりするんですか？そうですね、まあたまたまかな、まあ僕は触ったりはしてましたけども、はい、はい、超羨ましい。これは1回の握手会で何分ぐらい一緒に喋るんですか？申し込みが AKB40 グループの劇場版っていうのがあって、はい、それを CD の新しい曲が出るたびに、はい、申し込みが2ヶ月ぐらいか3ヶ月ぐらい前にあるんで、うんうん、それを劇場版に申し込みをして、うん、で第1次が申し込みから第何日ぐらいまで申し込みあって、はい、それ日にちが決まってて、それで申し込んでいくんですけども、後でじゃあその申し込みも紹介します。はい、はい、指原さんってどんな方なんですか？指原さんはもらうもちろん皆さんテレビで見てるよりはっきり有効だですけども、はい、なんかいろいろ喋って仲良くなるとすごい面白いし、うん、まあ、お友達感覚になれる子ですよね。すごい頭が良く
て、そうですね、喋ることもできるし、ハキハキしてますよね。もともとはあの総選挙で1位になった時に、はい、確かその男性問題で、そうです、ちょっとあのメールとかが出てきたんでしたっけ。そう、あの紹介誌にどっからか取られちゃった感じで、はい、それであの噂になっちゃって、その時はまだ AKB48 グループだったんですけど、じゃあ、まあ、秋元さんがじゃあ差し子をあの博多に新しく作ったグループがあるから、九州の方の公開、左遷的な意味だったんですか、あれって。あれは噂では秋元さんの狙いだと思うんですでしょうけど、この子人気が出るかなと思って送ったとは思うんですけども、はい、まだ当時ちょっと HKT グループ博多の48グループができたばっかりだったんで、うん、そこにじゃあちょっと差し子噂になっちゃったかし、うんうん、じゃあちょっと実家も大分だから福岡帰れるから行けって言われて、うん、それでゼロからまた差し子ちゃんが行きました、うん、まあ当時映れっていう、そういうもう噂になった時はご飯も食べれなかったとかって、なんかそういう逆境をすごく工夫しながら乗り越えてくるっていう、そうですよね、あのすごく知性もあるし、あと今プロデューサーもやってらっしゃるんですよね、はい、ノイミとイコラブっていうグループ2つ、うん、ノイミノイミノインディこんな。ノットイコールラブ。あ、ノットイコールミーじゃなくてラブなんだ。ノインディ。うちの娘がアイドルオタクで、おいつもいろんなあの新しいアイドルを教えてくれるんですけど、ノットイコールミーっていうのはないですか？ノインディで。あ、それがノインディ。これが。これが？それはノインディでしょうね。あ、これノインディなんだ。あ、そうですね。その。で、そのノインディが出る前はイコールラブ。新しい若い子の顔がいまいち差別できないんですけど、ノイミはみんな可愛いんですけど、はい、僕は永田しおりちゃんとか、はい、なんか正統派に可愛いっていうか、そうですね、あのきちんと顔があの正統派に可愛くて、で歌もちゃんと歌えてて、あのさすがアイドル界で1位を走ってきただけあって、あのしっかり育ててるなっていう印象でした。はい。で、ノットイコールラブができる前はイコラブっていうグループが出てて、はい、そこは僕大場花ちゃんっていう子が、はい、でまあ好きで、うん、それもたまたま代々木アニメーションに行った時に、うん、違うグループに1年 C 組だったかな、なんかいて、うん、まあ、お友達の田中監督と遊び行った時に、うん、この子もいいねって言ってて、うん、でイコラブができて花ちゃんが入ってたってことでびっくりして、うんうん、たまに会いに行ってました。そうなんですか。アイドルのこの子は伸びるなみたいな、あのタカちゃんから見て、はい、こう魅力がある子とか、 その売れていく子ってどんな子なんですか？やっぱりあのですよね、歌ももうすごい上手くて、情熱的で感情が入っちゃってる子とか、あとはもう好みによりなんでしょうけど、可愛いなと思えばそれで会いに行くと喜ぶし、覚えてもらえるとまたファンまた行きやすくなっていくと思います。だからそうですね、本当は押してもらう女の子としては私だけに押してほしいと思ってるでしょうけども、はい、まあ、そこはみんな大好きな子に会いに行っちゃうってことで、そうですね、なので僕も 2,3 人会いに行っちゃったりとか、うん、AKB ではたくさん会いに行く子がいて、はい、でファンの方との会話はわからないですけど、僕は行くと元気だったかとか、カブトムシどうしてますかとか、あ、カブトムシの話とかするんだどうしてますかとか、はい、あの虫取り行ってるの知ってるんで、はい、でいろいろ聞かれますよね。1回の握手会でどのぐらいお話するって言ってますか？数十秒とか、まあ、数十秒内緒によりなんですけども、それでカブトムシの話できますか？
僕虫好きなんですって解くと覚えてくれる子は覚えてて、どうしますか、どうしたとか、元気とか、はいはい、僕初めてオンラインで、うん、谷口めぐちゃんってここではちょっと出してないんですけども、はい、出そうと思えばさーっと出るんですけど、はい、めぐちゃんっていうのは、はい、やっぱ虫がたいお兄ちゃんとよく取りに行ったりして、うん、でカブトムシとかクワガタって脱走するじゃないですか、うん、それでメグちゃんの部屋にいたりとかお兄ちゃんに探せって言われてるとか、メグちゃんでこの間オンラインでちょっとくっつけてみました。そのオンラインでもああそうです、この間メグちゃん、はい、メグちゃんかわいい、完成度高い、プロレスも大好きで、そうなんだ、新日本の内藤さんが好きです。やっぱりアイドルの子も何が好きとか個性があったりすると、そうですね、ファンの方も話題を合わせやすかったりとか、そうですよね、するんですか。まあ、その子より個性強かったり、うん、いろいろ違いますんで、みんな普通に趣味も違うから、うん、まあ、そこら辺話したり、うん、共通の話題があれば話題話していくと、メンバーたちは覚えてくれるんで、それで話したりしますよね。うーん、まあ、僕の場合はすぐ覚えられちゃう感じで。個性が強いんですね。なんかそうですね。みんなに愛されキャラっていうか、あと柏木さんのお話もぜひ伺いたいんですけど、ゆきりん。はい。ゆきりん、この時すごい若くないですか？そうですね。それは僕が初めて写メ会で撮った時の写メだと思います。何年ぐらいですか？それはちょっと覚えてないんですけども、次の結構これ10年前ぐらいですよね。そんなに前、うん、ゆきりも結構古いんで、どっちかというと、はい、指原さんの前ぐらいに応援してたんで。アイドル追っかけ歴何年ですか？アイドル追っかけはもう20年以上とか30年ぐらいだったなるかな、いろんなすごい、そうなんですか。カードのアイドルとか行ったりして、結構やっぱり一回通い始めるとそういったお小遣い使っちゃいますよね。すごいお金使ってるんじゃないですか。まあ僕は貧乏なんで、お小遣い範囲に行って、普通って両親とかって家族にあんま不安の方によりなんでしょうけど、話さないじゃないですか。はい、僕の場合は母親とよく競馬場で売店で働いてたんで、うん、いろんな人が業界の人から来るんで、うん、もうお母さんとはもうそういう内容の話をして、あ、競馬場ってそういった芸能関係の方もよく来られるんですか？そうですね。僕の前やってた売店はもうつぐしで有名だったんで、うん、でいろんな方が来られたりするんで、普通にお母さんと話したりして、なんでお小遣いもこれだけ使うからっつって怒られましたね。理解があるお母さんですね。それは使いますよね。怒られますよね。なんで、はい、普通のファンの方によりけりなんですけど、僕は大体買っても2万円とか、はい、まあすごい不安の方はもっといっぱい突っ込んじゃったりしますけども、僕はで買っても2万円とか1万5、6千円とか使ってますよね。ついこの間もオンラインのやつでも申し込み、新しいのが AKB48 グループに出てたんで、うん、申し込みしてまだ支払い後なんですけども、1万4千円ちょっと使っちゃいました。好きなことにお金を使えるって楽しいですよね。ですよね。だから、はい、夏の時期が大変ですね。昆虫ゼリー買ったりしないといけないんで。昆虫の話も伺いたかったんですけど、赤、はい、ちゃんは昆虫マニアでもいらっしゃるっていうことなんですか？まあ、そうですね。大好きなんで。そこが金井さんと共通のところですよね。はい、そうですね。そうですね。これは今 YouTube でぜひラジオをご視聴いただいている皆さんも写真の方も見ていただきたいんですけど、これクワガタですか？クワガタです。こうやってね。こちら上のこの3匹はアトラトスカブトムシって外国産ですよね。これですか？こっち、もうちょっとでかいやつの一番
あ、この、この3匹は、うん。ね、あの、アトラトスカブトムシ。ここら辺は、金井さんの方が詳しいか。金井さんもカブトムシ。カブトムシ、私の場合はクワガタ。あ、クワガタなんだ。なんかこう、カブトムシっていうか、クワガタって、小学生の時の夏休みの自由研究で取った記憶はあるけど、飼った記憶もあるけど、その後大人になってからは特に。こやつね。あ、すごい。スマトラってだったんです。金井さんが今、お家で一緒に暮らしてらっしゃる。名前とかあるの？ハラバン・オオヒラタン。ハラバン・オオヒラタン。これ10センチ。10センチ。おお、大きいですよ。え、金井さんは完全な趣味で飼ってるの？今ね、あのブリーダー増やして売るのよ。ブリーダーってどういうこと？マニアになると。子供を産んで、それを売るの。誰に売るの？だから趣味の人。オンラインで探してきたりとか？そう、オンラインとか、あと口コミで。そうなんだ。いくらぐらいの金額なの？クワガタって。このクラスだと1万2、3年ぐらい。どんなに高いの？うん、大きさによりですよね。でもさ、買った時に生き物だからどうやって渡すの？ああ、これね、その、ま、特別なマットがあるんだよ。マットってのは、うん、昆虫マットのわけですね。土みたいな。その中に入れて、あと周りをその冷凍の、冷蔵、なんて言うんだろう、アイスのみたいなやつで囲っておくの。郵送できるんだ。できる。どんな世界があるんだ。じゃあ、自分でクワガタを育ててて、それが子供を産んだら、それが一匹、一万円に。すごいじゃないですか。まあ、幼虫の場合はほら、安いけどね。成虫になると高いの。成虫まで育てるのが大変なの？あ、そうです。毎日何回ぐらいご飯あげるんですか？いや、あの幼虫の場合はいらないけど、成虫の場合はあのそのゼリーがあって、ゼリーをやっておいて、なくなったら突き出して。大体ね、夏場はね、じゃあ早い場合は2日ぐらいで終わるし。そうなんだ。そうです、ね。知らない世界でした。これね、大変なのよ。あの、普通のオオクワガタは、もう冬冬眠でできるんで、あれだけど、この場合は、ハラバンオオヒラタは、10度下がると死んじゃうんで、温度管理が大変。どうしてるの？家出かけれるときも暖房つけてるの？あの、高温の冷蔵庫みたいなのがあって。そうなんだ。すごい。本格的。じゃなかったから、エアコンでやったから、エアコンで暖かかったんで。そうだね、これから燃料費も上がるし、そういった冷蔵庫ならぬクワガタにとって最適なこの冷蔵庫があるんだ。タカちゃんもお家にクワガタ飼ってる？いっぱいいますけど。何匹ぐらいいるの？いや、もう50匹とか。50匹いるの？50匹のクワガタとかと。自分で取ってきたやつ。取ってくるの？そう、あのクワガタを取っていきます。どこで、どういったところでクワガタ取れるんですか？そうですね、小平市の近辺の森にあって、はいはい、取りに来て、樹液をまずクヌギがあるか調べるんですよ。クヌギがあるところにクワガタがいるんだ。樹液が出てるんで、そこを調べて、樹液が出てる木に、もうあのだから4月ぐらいかなんかにここ取れるかなと思ってチェックしとくんですよ。うんうんうん、で、まあ夜取り行ったり。夜あの、クワガタって夜行性なんですよね。そう、夜行性、そう。夜、まあ朝も昼も取れることは取れるんですけども、うん、夜に活動するんで、うん、はい、僕はあの、カブトムシとか、うん、まあ取れるクワガタは何でも嫌い。うん、さ、この数年平たくわかったら取れるのを覚えたんで、うん、前よりは取れるようになりました。そうなんだ。で、僕の小さい時は、あ、地面にある腐った木の下にいるよ結構。金井さんも今飼ってらっしゃるクワガタは自分で探して取ったの？じゃあこれはパラマクワガタさんだから買ったやつ。友達がもらったやつ。うーん、私は買ったんだけど、買ってないんで俺がもらったんで。そうなんだ。
あとね、小学校の時はバット持ってって木を叩くのよ。パーンパーンって。そうそう叩くの。へえ、うん。何月ぐらいにクワガタ取りするのがいいの？だいたい6月から7月。そうなんだ。野外イベントしようか。あ、でもさ、今どうだろう。小学校の時だから。そっか。今ほら、感染したやん、これが。やまないしさ、林もないし。うん。うんうん、でその後あの捕獲していいのかっていうのも、なんか法律があるのかないのかちょっと調べないといけないね。野鳥撮影とかはさ、それ撮影はするけど、その後自然に戻るもんね。なので人間がクワガタを今撮っていいのかっていうこともあるんですけど、ちょっと興味ありますね。確かにね。はい。でも山際は自然とうちに飛んでくるし。暖かくなったらクワガタ取ってみたいな。取り行きましょう。取り行きますか。ツアー組んで行きますか。なんか南平の近くでもクワガタがいそうなところがいるっていう。まあちょっとチェックしては、なんかちょっと森があったんで、はい、取れるのがいいかなと思って。へえ。徐々に今度ゆっくり時間があったら探しに、はい、散歩がてら行ってみましょう。楽しそう。はい、放送の方があと2分ほどとなりまして、たかちゃんはすごいなんか楽しいことを追求して、はい、いるっていう感じがして、そういったお話は聞くのもすごい楽しい気持ちになるなと思いました。はい、何かあと、たかちゃんこれ知ってる？この子、この子、はい、見えない。え、後ろの背景が、ああはい、あ、かわいい。あらさんと一緒に写ったけど、ほら目で。ああ、なんかそのなんて方でしたっけ。えなかひとみ。えなかひとみさん。えなかさん、ちっちゃい方は原さんね。うんうん。えなかさんってすごい年齢不詳な方ですよね。そうそう、いくつなのかと。まあアイドルは永遠にアイドルなんだけど、はい、あ、かわいい。ずっとアイドルやってるの？うん、今んとこずっとやってて、ね、年齢一緒だよ、教えられないけど。かそうなんだ。金井さんはえなかさんファンなんだ。へえ。原さんのライブ行ったら来たのよ、彼女は。そうなんだ。このアップみたいです。それはこのほら、はい、この右下の男性いるじゃない。うんうん。この方はこの前さ、あの、河原智美の、なんか、彼氏と間違われた。あ、そうなの？うん、これ江中さんのとこの社長だけど、ね。そっか、すごいつながってるんですね。今原めぐみさんが次の映画歳三の刀にご出演していただくことになってて、うん、はい、その撮影を5月についにいよいよ、続きを撮ろうということで準備してまして、たかちゃんも現場に手伝いに来ていただいたり、はい、エキストラで出演したり、はい、一緒にワイワイできたらなっていうふうに考えてますので、はい、よろしくお願いします。また参加できたら、はい、ラジオ皆さんにまたお会いしたらと思って、はい、いろいろ報告できたらいいなと思います。はい。はい、なんかこのロシアのねチームを招聘して撮影するんですけど、はい、今の時代はすごい戦いだったり憎しみだったり、どっちが敵っていうのがすぐ決まるような時代だからこそ、これが楽しいよねっていう、なんか、オタクの輪とか、好きなことから広がるような輪を発信できたらいいなと思ってまして。そうですよね。うん。これがきっかけに平和になってくれると。そう、プーチンさんにもちょっと、タカちゃんの爪の赤を煎じて飲ませたいなって思ってて。いや、こんな広い宇宙の中で、ね、地球だけじゃないですか。アイドルがいるのは、まあ、もうみんながね暮らしてるのはね、うん、人間、人とか動物とか植物とかあるのはもうこの地球だけじゃないですか、うん、今のところは、うんうん、その中の宇宙から見ればこんなちっぽけなのに争ってるの、うん、じゃあ悲しいことですよね、うん、どっちがすごいとかどっちが強いじゃなくて、2人ともみんなで楽しみたいな、まあうん、そういった形で、まあ、領土とかはあるの分かりますけども、みんなが生き生きできて、うん、まあ、自由とはいかないかも分かんないですけども、うん、まあ親しい人とかね愛に惹かれる
ったり話したりするのが一番幸せなんじゃないかなと思いますよね。そうですね。だからウクライナの人もロシアの人の知り合いとかもいるからお互いにやっぱり心配でしょうし、やっぱりね、うん、戦争って言ってもロシアの兵もウクライナの、ね、人たちの兵とかね出てやっぱ殺し合いするじゃないですか、うんうん、それはやっぱり命令されるからなんでしょうけど、そういうのは悲しいことですよね。だからロシアの兵の人もウクライナの兵の人も仕方なくやってることだとは思うんですよね。本当だったらみんなアイドルの握手会行ったり、うんね、クワガタ取ったり、好きな人と紅茶飲んだりケーキ食べたりしたいよね。そうですね、好きな歌聴いたり好きな、うん、僕はそれが一番じゃないのかなと思って、本当は人ってもっと自由に畑で取ったりするのを食べたりっていうのがあれなんでしょうけど、僕昔あの16歳の時に西サモア島っていうところに行ってたんで、そこは電気が水道もないところなんです、人以外は。でサラムム村っていうところに行ってまして、うん、まあいかにあの今の文明が日本は発達しちゃってるんで、うん、一番その時は、まあ、もちろんホームシックで毎日泣いてましたけど、お風呂入りたかったですよね、うん、そこを海で溜めたところだったんで、うん、あとやっぱ日本のお水は美味しいなと思いました。で外国行くとやっぱり自分の生まれたふるさととか国って好きになれるんじゃないのかなと思います。これがきっかけでね、まあ、戦争は平和になってほしいですよね。そうですね、本当にそれを狙って撮ったわけでもないんですけど、ロシアのチームと今映画撮影をしていて、コロナで撮影が1年延び2年延び、でも去年は日本とロシアで撮影を始めて、で次は日本にロシア側から招聘して、土方歳三が大陸に渡ったというストーリーなんですけど、その土方歳三の隕石でできた刀がロシアで見つかって、それを持って現代のロシア人の青年が日本にやってきて、その刀をめぐってさまざまなハプニングが起こっていくという、ファンタジーストーリーなんですけど、なんかこのタイミングでネットフリックスがロシアから撤退して、マクドナルドも撤退して、そうです、ディズニーも撤退して、みんながもうロシアから離れていくタイミングで、でも私たちもご寄付やご協賛もいただきながら撮影して、撮れませんでしたってわけにいかないし、やっぱこれ撮影しないといけないし、ロシア人たちはもう来る気満々なんですよ。でこれだけ今反ロシア感情が高まってる中、大丈夫かなという心配はあるけれど、こういった場所ってすごく貴重だなと思ってまして、生きた生のっていうのも変だけど、そのまま の敵でもない普通のロシア人の方と一緒にいる場みたいなものも珍しいし、この撮影現場の中でなかなか政治的な話を振るのもね、向こうに悪いからさ、SNS でそれが出たりすると15年の刑とかになっちゃうんですよ。反戦をロシア人が唱えただけで15年 の刑になっちゃうから、あんまりそれもできないけど、でも一緒に表現を突き詰める中で、どんなカメラワークにするか、どんな演技にするかとか、アクションについて語ったりする場ってすごく貴重だなと思うんですよ。そうですね、貴重ですね。なので私自身はプーチンさんの攻撃には反対をしていて、一刻も早い停戦を望んでるんですけれども、こういった時期にこそ対話をしながら映画を作っていくっていうことで、この平和への、一歩をにつながったらいいなと思ってまして、ぜひ皆さんもエキストラで参加していただいたり、映画を応援していただいたり、ワイワイこの輪に入っていただけたらなと思っております。金井さん頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。
一般社団法人ユーラシア国際映画祭のご提供で、お送りしております。ユーラシア国際映画祭がですね、今ロシアの話をしましたけど、実はウクライナの映画を、届ける映画祭、この間やりまして、はい、それが今 KIPS という配信ブラウザーの、チケットをご購入いただきましたら、あ、チケットが無料なんですよ。無料でオンラインで、今編集します。ナターシャ・グジさんの歌をそれに入れたやつ。あ、そうなんだ、うん、じゃあそれを差し替えバージョンにして、はい、すごくいい映画で、ドンバス地域の、2014年の、10歳の男の子の暮らしを追いかけたものなんですけれども、本当に貴重な映画なんで、ぜひ皆さんご視聴ください。芸術にね、国境はないんですよ。そうです。私、外国人の友達たくさんいるけど、もちろんその国の独特の感性っていうのはあるけど、基本的にはみんないいやつだし、そうですね、うん、優しい心を持ってるし、お父さんお母さんのことを大切に思ってるし、それはもうみんな同じなんですよ。世界中みんな共通です、うん、それはもう、なのでぜひこういった文化活動を通じて仲良しになっていけたらいいなと思っております。本日は最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。